次に、瞬間接着剤でこの真鍮線を接着したいと思います。まずはこのティッシュですね、これを畳んで、この上にガムテープを貼り付けます。ここですね、はい、こんな感じで、まあ、接着剤の、シートといいんですかね、パレットみたいなものを作ります。はい、で接着しましたらニッパーでカットします。まあ、少し長めにカットしておきましょう。はい、じゃあ早速少しさっきのボディに合わせていきたいと思います。でボディの、この真鍮線の入る穴なんですけど、ここも、塗料が乗ると厚みが出て入りにくくなりますので、もう少しナイフで口を広げておきます。こうするとスムーズに真鍮線を差し込むことができます。じゃあちょっと仮組というか合わせていきます。はい、まあ、ぴったりですね。ぴったりはまりました。まあこんな感じで、サイドミラーに真鍮線を埋め込んでみました。ちょっと、手間な作業かもしれないんですけれども、こうすることによりまして、完成後も割と丈夫に、取りにくいサイドミラーをつけることができますので、ぜひやってみてください。反対側の方も、まあ、後からやっていきたいと思います。でこの接着剤なんですけど、この辺に置いておくとですね、ボディにくっついたり手にくっついたりということで、割と汚れてしまいがちなので、まあちょっと残ってるんですけれども、これで一旦捨ててしまいます。ティッシュで先ほどのようにパレットに作っておくと、このまま捨てることができるので便利です。じゃあ次にですね、このヘッドランプのところ、これも合わせていきたいと思います。と仮組みをしてみました。ちょっと、まあ、どんな感じになるか、まあ、マスキングテープで軽く押さえて、愛を確認したいと思います。こんな感じですね。まあ、ピタッと収まってくれてますけれど、やっぱりここもですね、後で、塗料が乗ると、ぴったり合わなくてきつめになる可能性があるので、少しペーパーを当てて緩めになるように、このですね、穴といいますか、ヘッドライト部分を成形して、少しだけ広めになるようにペーパーを、ナイフで成形をしておきましょう。内側に小さいバリがあるので、それも取るようなイメージで軽くペーパーを当てていきます。あ、すいません、ナイフですね。これで、きれいにヘッドライト部分を成形しておきます。はい、
こんな感じで、まあヘッドランプと、それからリアウィングと、それからサイドミラーですね、これを、まあ、仮組みしてみました。あと、まあ、反対側の方も後で真鍮線を埋め込んでみたいと思います。こんな感じで仮組みを終了しました。次は、まあ、ペーパーを当てていきたいと思います。塗装前のペーパーを当てていきたいと思います。今日はこれでおしまいです。